柔らかすぎるガム。はい、皆さんこんにちは、吉田ねむさです。いつも YouTube、Facebook、アメブロなど、いろいろね見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン、生八つ橋共鳴館。生八つ橋、もうね、京都といえば生八つ橋ね、日記ということで、これイオンさんでね購入させていただきました。金額の方がですね131円でございます。はい、生八つ橋どうなんだろう、食べれない人っているんですかね。なんかまあいるでしょうかね。僕的には本当にですね、修学旅行なんだとかですね、京都奈良だったりしますので、静岡はということはないんですけど、本当に楽しみでしたね。生八つ橋、あんこが入ってる、これは本当に、側だけですね、完全に柔らかすぎるガムみたいな感じです。板ガムみたいな。いただきます。うまい。もうね、食感ですね、これはね。仮面ライダーの敵役、それは食感ですね。食感ですね。うまみは。味はどうなのって言うと、まあ、日記なんで、もちろん、外れはないですけど、食感ですね。うん。これだったら何枚でも食べていける。これ、カロリーどうなんでしょうね。書いてないね。高いのか低いのか。わからん。砂糖、米粉、きな粉、でんぷん、トレハロース。まあ、これからするとそんなに極端にカロリー高いとはちょっと思えないんですけどね。ここにイラストで京都がね、いっぱい詰まってますというね、感じでございます。はい、ありがとうございました。今日ご紹介いたしました、ユオさんで購入いたしました、京都、メーカーですね。京メーカーの生八つ橋でございました。ありがとうございました。